サトフチャは、ブルガリア南西部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体、ブラゴエブグラト州に属する、チェチ地方にある。サトフチャ基礎自治体には、その中心であるサトフチャをはじめ、以下の町村が存在している。サトフチャのポマク住民たち。1935年サトフチャは、サトフチャ基礎自治体の中心で、行政府所在地である。 2007年5月21日現在、その人口は2162人である。正教会とイスラムの人口がそれぞれ半数程度となっている。バシル・クンチョフによると、1900年の時点で832人のムスリムブルガリア人と650人の正教徒が居住していた。コチャンは、サトフチャキソ自治体で最大である3076人の 人口を持つ村である。周囲はカバの森に覆われている。イスラム教のモスクモスクの建設と復興の年代が記されているトラキア人の遺跡があり、紀元前8世紀からの居住が確認されている。かつてこの地に住んでいた住民は古代トラキア人の多神教の信者であった。村から見つかった神殿の跡や加工品はこの説を裏付けている。4世紀に キリスト教が布教されたと言われているが、これを裏付ける歴史的証拠は見つかっていない。この地にキリスト教が存在していたことを示す現存する唯一の証拠となり得るのは村の北部ツルクバタ地区の教会の遺構のみであるが、この教会はローマ帝国の兵士によって作られ、プロブギフへの経路として利用されていたことが知られている。仮説によると、この村に キリスト教が存在した証拠が見つからないのは、この村は、周辺のギリシャ人と対立関係にあったために、ギリシャ人からの影響の流入を拒み、キリスト教を受け入れなかったと考えられている。あるいは、村の住民はパウロ派やボゴミル派を辞任していた、可能性もある。あるいは、他のブルガリア北部地域同様、旧世紀頃まで、キリスト教ではない宗教を信仰し続けていた。 可能性も考えられている。8世紀から10世紀にかけてのビザンティン帝国とイスラム教国家との戦いの頃、村にイスラム教がもたらされたと言われている。この時代にアラブ人の軍、あるいはイスラム教の布教者が村を訪れていた可能性がある。アラブ人がコチャンの村に存在していたことは、 このビザンティンとイスラム教徒との戦争の時代に、ビザンティンが、イスラム教徒を、ロドピ地方に収容していた可能性を示唆している。コチャンの村の人々が歌う歌には、オスマン帝国がこの地に侵入した時すでに村に、イスラム教徒が住んでいたことに驚いた、という内容のものがある。1912年、村が、ブルガリア領となった時、周辺の他の村々とは異なり、 ホチャンの村の人々は、キリスト教に改修することを選択した。これによって、他のロドピ地方の村で発生していたイスラム教徒に、対する民族浄化を回避した。村の長とイマームは村人たちに対して、降乱によれば、心は、イスラム教徒のままでも、殺害されることを避けるために、表面上は、他の宗教に改修することが認められていると説いた。 ブルガリアの軍は村に入ると、それまであったモスクを破壊し、キリスト教の教会を建設した。ギリシャ領から追放されてきた、ブルガリア人難民が、コチャン村に土地を与えられ、村に居住するようになったが、やがて、ブルガリア軍が村を去ると、難民は、キリスト教の教会を残して去り、教会は放置されるようになった。1913年には、 イスラム教とモスクが村に復活した。第二次世界大戦後の共産主義政権支配下では、全体主義体制が敷かれ、他のブルガリア全域と同様、あらゆる宗教は厳しく弾圧され、モスクへの立ち入りは禁止された。1989年にミニシュ化が実現した時には、モスクのミナレットは朽ち果て、他の部分も激しく損傷を受けていた。 1991年には、その修復は概ね完了し、その他の装飾的な部分の修復はその後も継続された。モスクは良好な状態になっているものの、まだ修復の必要な部分や、暖房システムの設置などが必要とされている。コチャン円形コチャンのパノラマ画像。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。